はい、皆さんどうもこんばんは、ゆろと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、原神の方で、ね、遊んでいきたいと思います。これね、ごめん、動画ね、これの1個前はね、ライブ配信してたから、一応ね、タイトルにね、原神の後に番号振っとくから、その通りに見てもらったらね、わかるから。誰も見かけませんでした。そう、これどこで終わってたんだっけ。何があったんだ、こんなに人を出して。誰だ、ディルックって。ディルック様はご存知ないのですか。泥棒2人が天空のライヤーを盗もうとしたんです。覚えてるわ、なんか教会に取りに行ったんだ。それは珍しい。だから多分この言ってる泥棒って多分、我々のことなんだ、ね。天空のライヤーは風神様の宝物、これほど貴重な文化財を。でも結局取らなかったんじゃないかな、我々って。金にならないものを盗む馬鹿がいるとはな。うちの酒蔵を狙った方がまだ儲かると思うが。この人めっちゃ小顔じゃない。絶対そこじゃないだろうけど、まあ、話がそれたな。金髪と緑色の二人はあっちに行ったようだ。やばいよ、もう完全に絶対そうだって。ディルク様、ありがとうございます。お、なんか騎士っぽいな、わかんないけど。あれ、これオート再生なかったっけ。ディルクとかさっきの人か。これ上ってさ、なんか、なんとかって今ちょっと読めなかった。まあ一回喋ろうか、忘れちゃうか、何しようとしてたか。急ごう、すいません、失礼します。今日はどれにしようかな。こっちの運気だな。カウンターから取った酒を置け。冷たいのでいいかな。全然話聞かないじゃん、そんなことある。そろそろ僕の質問に答えてもらおうか。そいつ会話成り立ってないよ、大丈夫。まずは飲ませてよ、ちゃんと払うからさ、僕の歌で。うん、お金じゃないんだね、やばいね。普通に金の問題ではない。それに君はまだ酒を飲める年ではないだろう。何歳なんだろう。それなら安心して、僕が酒をたしなみ始めたのは君がまだまだ、まあ、まだじゃないよ、やめろやめろ。この人は誰って顔してるね。そりゃそうだよ、知らないよ。こちらはディルック、酒場のオーナーの、そのさらに上のオーナーだ。彼は有名人だよ。何パターンもあんの。ちなみに僕は彼のワイナリーのダンディライオン酒が大好きなんだ、うん、ちょっと何言ってるか分かんないね。いつもはグラス売りでしか買えないけどね。グラス売りって何、どういう意味。ちょっと難しい。衛兵から泥棒の話を聞いた。先に言っておくと、ああ、天空のライヤーを盗む度胸は気に入った。ああ、バレてるんだね。君たちがバカだとしても、うん、かなり珍しいタイプのバカだ。全然嬉しくないね。なんか絶望に褒めてないもんね。結局バカなんだよ。真犯人は他にいるぞ。そうそうそう。結局ね、我々ね、こちらは騎士団のスーパールーキーだよ。モンドの秘宝を盗むなんてありえないよ。あ、そうでした。忘れてた。スーパールーキー。ああ、君が。そうそう、実はそうなんだよ。めっちゃ忘れてた、普通に。あの銀融詩人と仲がいいのか。いや、仲は、まあ、仲いいかって質問に関してはちょっと難しい質問だったね。モンドの危機を救ってくれたとは、君のような人材が騎士団に入るなど、もったいない、うん。セピロス騎士団は、風魔竜の剣に関してずっと臆病で、うん、それでいて効率も悪い。知らないけど、それは。外交面も、ファドゥイに対して弱い上に保守的だ。へぇ。いい。この話はしたくないんだ。まあ、そうだろうね。リルックはセピロス騎士団が好きじゃないみたいだね。うん、絶対そうだよ。目指す道が違うだけだ。ビビんない。モンドに対して僕は僕なりの期待を持っている。ああ、それで質問に答えてもらおう。あ、何の話だっけ。なぜ天空のライヤーを盗もうとした。あ、それか。めっちゃ普通に忘れた。本当に知りたいの。騎士団関連のトラブルに巻き込まれるかもしれないよ。トラブルは怖くないさ。僕自身がその騎士団にとってトラブルの種だからね。そう、別に怖いとかじゃない、めんどくさいだけでしょ。真実の物語を演奏したら信じてくれる。あ、そういうこと。状況次第で判断する。状況なんだ。あ、じゃあ演奏のお題はくれるかい。報酬はゴモラから天空のライヤー、君の物語次第だ。あ、だ、結果次第ね。もう一曲追加しようか。うん、だからあれだもんね、多分最初にその我々に聞かせてくれたやつ、先ほどの叙事詩はもう一回この人に聞かせるんだもんね。重大な秘密のはずだ。なぜ僕に見せた。お前が言ったんだ。なぜだろうね。うん、風向きが変わろうとしてるからだもんね。よくわかんないけど、どうかな。リルック、オッケーだよね、我々。面白い。そこなんだ。つまんないかどうかじゃなかったよ、我々。情報をまとめよう。ああ、そうだね、それいいことだね。異邦人、うん、君は騎士団の肩書きがあるから疑われていない、うん、指名手配には
金髪としか書かれていないから。あ、そうなんだ。衛兵は君のところに来ないはずだ。あ、よかったよかった。しかし銀遊詩人、うん、君は酒場から出ない方がいい。あ、それなら問題ないさ。僕は酒場が大好きだからね、うん、そういうことじゃないよね、気もするけどね。では夜、酒場の営業が終わった後、うん、ここで合流しよう。はい。え、とか今何時なの、そもそも話。あー、冒険者ランクが全然上がんねえよ。けどこれ一応メインだからね、これで頑張ってあげるわ、とりあえず。一回出てる。これ一回出ないとダメなやつ。時間関係ない、もしかして。めちゃめちゃ昼だね。すんごい明るくない？これもう一回入って、あ、違う違う違う、タズテミとはいい、だからこれだね、さっきの心当たり。心当たりしかないんだから、こっちやばいね。え、これってさ、時間の経過なんか変えられなかったっけ、何だったっけ。待て、あ、え、うーんと、さっきメール見ていい、なんかあったらメール見ましょうってなってるから。わあ、実はやるの1ヶ月ぶりぐらいな気がするんだよな。あ、これか。え、これさ、10時12分とかってさ、22時12分みたいなさ記載になるの。それで言うと書き方ってどういうあれなんだろう。やばい、若干困ってるぞこれ。だからもうあれだもんね、時間を、おお、どうやって変えるのこれ。ワンチャン初めて変える気がする。おお、すげえすげえすげえ、おお、すげえ、こういう感じで進むんだ。へえ、おしゃれ、いいね。おお、あ、普通にそのまま始まるじゃないかよ。来たね、来たってか、いたよさっきから。君は、俺この人あれじゃん、この美人な人は。わかるわかる。先に言っておくと、うん、僕が今回連絡したのは一人だけじゃない、うん、あ、そうなんだ。へえ。それからこちらはただの陣だ。ただドクサだな。団長としての陣ではない。あ、わかった、いいってこと。栄誉騎士の君でも、うん、そうそう接触できない人物だろう、うん、意外だ。了解、わかった。天空のライアーの話は聞いていたが、うん、まさか君だったとは、うん、ごめんね、ちょっとこっちも事情があっていろいろ。ギルクが言ったように、うん、ライアーの音で風魔竜が浄化され元に戻るという話は、あ、本当なのか。みんなは知らないから、ただのやべえやつだもん、我々って。今この栄誉騎士は風魔竜事件を解決するために最前線で頑張ってる。そう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 、さすが騎士団のスーパールーキーだよ。ただの悪者じゃないんだ。違法なこともやらかしそうになったけどな、うん、まあ、結局取ってないからね。最終的な話、神話と関わるような荒唐無稽な説明を信じないのも無理はない。うん、だが問題ない。詩人にもう一度歌ってもらって、このあそこもう一回歌か。信じるさ、さすが頑固な団長様を説得。いやいや、団長様はね、四風守護の東風の竜、うん、トワリン、うん、彼の裏切る理由がどう考えてもわからなかった、うん、数百年前のモンドを守る戦争で独自の侵食を受け、目覚めた後もアビスの魔術師のせいで腐食を受けたのなら、そうなるのも筋が通る。さすがです、団長さん。さすがです。代理団長の立場としては絶対に口にできないことだ。あ、まあ、ファディの圧力のせいで騎士団が公に風魔竜への善意を示すことは難しい。そんなことをすれば務めを放棄したと解釈される可能性もある。だから私はプライベートという形で行動するしかない。なんかいろいろ大変なんだね。難しいね。騎士団の嫌いな理由の一つだ。ただこの正体のわからない異邦人をそのまま信じるとは思わなかった。正体のわかんない、先輩のような厳しくて慎重な人でもこの旅人を信用しているではないか。だから先輩はやめろ。今回は協力すると決めている。実はもともと騎士団かなんか聞いてないふりするとかあるよ。いやいや、普通に聞きたくね。これダメ、聞けないやつもしかして。ああ、教えてもらえないのか。触れちゃいけない過去があるみたいだな。めっちゃ聞きたいけどね。とにかく天空のライアーについては心当たりがある、うん、何事もないように話題を変えた。あ、くさ、彼女やるね。モンドとスネージナイの衝突、頑張って。本質的には、うん、七国と七神の衝突だが、うん、氷の神が率いるファディは風神が残した力を利用しようと企んでいる。あ、うん、そうだよね、こっちでいいんだもんね。殺す間違いだったら普通に風流を殺す計画を騎士団が止めたとなると、天空のライアーは
彼らが唯一手にすることができる封刃の力だ。はあ。モンドで単独行動しているファドゥイのメンバーはいくらでもいる。すでにそいつらから情報を聞き出した。ああ、そうなんだ。お前なかなかスキルが手に入れた情報によると、ファドゥイは天空のライアーをゲーテホテルに置いていない。どこ。さすがに彼らでもせっかく手にした秘宝を、うん、半ば公の場所とも言えるようなところに置いておけないのだろう。ああ、まあそれはそうだな、ね、バレバレだとやばいもんね。大事になったら外交問題につながるからな。ああ、そっち。いや、まあでもそれもあるのか。七国同士の関係性はそういうものだ。大変だね。ゴリゴリ大事だけどな。出発の準備はできているか。あ、マジか。そんな急に、え、まあでも行こうか。忘れちゃうからね。何しようとしたっけとか普通に言っちゃうタイプの人間だからね。あ、全然どうにもいかないじゃん。さっきジンが言ってたよね。ファデュイの目的はトワリンの力を氷の神に捧げることだって。これってさ、出たらさ話終わる。もしかしたらファデュイの考えを甘く見すぎていたかもしれない、うん、彼らの本当の目的は風のつながりを利用して風神バルバトスを探し出すことにあるのかも。前にリサが暴風の源を探して3つの神殿にたどり着いた時みたいにね。はあ。風神？風神がモンドを離れて1000年は経っている。やばい、ね、なぜ奴らの目的が神を探し出すことにあると思った。え、よくわかんない。こいつ話どれだけ続くの？それだけ教えてくんない？もうどうしたらいいの？すごい、めっちゃ無難じゃ。これ以上は聞かないでおこう。ああ、さあこれを。 ありがとう。何くれるんだろう。本人いないよね。なんだこれ。何が見えてる。正体を隠すための変装だ。ああ。ファドゥイに見つかる前に被るといい。全然変わってなくね。何せファドゥイはモンドにとって厄介な異国の客人だからな。僕たちはトラブルを起こしに来たが、面倒なことは避けた方がいいだろう。うん、それは確かに。終わった。もう出るよ。出るからね。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。